西大分駅は、大分県大分市大座小石にある、九州旅客鉄道、日本貨物鉄道日報本線の駅である。駅東側の国道1号上に、路面電車大分交通別台線の、西大分電停が1972年まで存在した。かつては当駅を、朝の5時台に出発し南宮崎に、昼前の11時台に到着する普通電車が、 存在した。島式ホーム一面二線と貨物用ホーム一面二線の設備を有する地上駅。駅舎と旅客ホームは、湖泉橋で連絡している。ホームのない側線が、下り線外側に2本、上り本外側に3本ある。JR 九州サービスサポートが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、切符売り場が設置されている。 IC カード守護課は、出入場とチャージのみ対応。表向きの乗り場番号が設定されていないため、運行取扱い上の番線番号で表記している。駅舎の東南側に、JR 貨物が使用する一面二線のコンテナホームがある。貨物列車専用の着発線はなく、上下本線の外側にそれぞれ並行する線路は、いずれも側線である。 下り側の側線の一本がコンテナホームに接し二百線となっているほかコンテナホームの外側にもう一本の投端式の二百線があるこれらの側線には引き上げ線を介して入線するコンテナホームはコンテナ列車が編成ごと入線できる長さはなく編成の分割や二百作業に合わせた編成の移動を要しこれらの作業に 入れ替え動車が使用されている。2021年9月には DB500K ディーゼル機関車51.52号機が配置され、それまでの入れ替え動車が置き換えられた。駅本や上り方の構内には2階建ての総合事務所が設けられており、営業窓口である JR 貨物大分宮崎営業所や乗務員基地機能を有する大分総合鉄道部が入居する。 入れ替え作業や、コンテナ積み下ろし作業は、JR 貨物グループ企業の JR 貨物、九州ロジスティクスが行う。昭和40年代に、コンテナ輸送が急激に伸び、活況を呈した。当時のコンテナ輸送のうち、発送貨物は主に住友化学の薬品や、昭和電工のポリエチレン輸送であり、到着貨物は、引っ越しや合板貸し類であった。かつては、 駅の南にある富士宝石大分工場への専用線があった。また、東側から分岐して大分港まで伸びる貨物線も存在していた。大分港臨港線は、西大分駅から大分港駅まで 2.0km を結ぶ貨物線であったが、1987年に撤去された。2020年3月14日、改正時点では、 一日に往復の高速貨物列車が停車する。一往復は北九州貨物ターミナル駅延岡駅間、もう一往復は北九州貨物ターミナル駅当駅間での運行である。この内当たり駅までの貨物列車は、月曜、水曜、金曜日を中心に、当駅始発の臨時列車として、延岡駅まで運転が行われている。この他、 臨時の高速貨物列車や専用貨物列車も設定されている。陸上自衛隊の共同天地演習の一環として、九州地方外の走行車や施設化機材などを非、出生台演習場や10文字現演習場に展開させる訓練で、西大分駅と本州、北海道方面との間の臨時貨物列車が設定されることがある。百六十五年度には、 乗車辞任が149,128人、降車辞任が141,901人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車辞任は169,678人で、ある。1日平均乗車辞任の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車辞任の値を、各年度の日数で割った値。 2016年度以降は数値が非公表となったため九州旅客鉄道が公表する駅別乗車辞任の数値を用いた。母ソ原神社の中秋祭、浜野市が毎年9月14日から20日にかけて駅周辺で催される。100メートル海側の国道10号線上に設置されている。亀のイバスは2013年3月16日のダイヤ改正で 全便別府駅、西口止まりとなり、大分市内に乗り入れがなくなり、廃止になった。ありがとうございます。